美女だと？一体何のことだ？恐ろしい馬の化け物だ。みんな行かれちまって喧嘩を始めて武器で殺し合って誰かれ構わず。森の精霊だ。自分を消そうとした者たちに復讐に来たんだな。正気を失わせて。ゲラルト、よく来てくれた。こいつらの話が要領を得なくて困っていたところだ。一度無知の味を覚えさせて立場を分からせないと。あの領主様、それは、ええ、奴らも言ってました。つまりあの女は森の暗黒の亡霊だって。誰がそう言った？ウィッチハンターです。さっきここを通って沼地の村の方へ。若い女が指揮をしていて母親のことを尋ねてました。若い女？ゲラルト、急いで行かねば。賛成だ。手下を集合させよう。集合だ。沼地を渡り呪われた妖婆どもを狩り殺す。腐った沼め、ここから出る疫病混じりの風が村人の頭を腐らせる。妖婆だと？くだらん。泥臭い村人どもに何を企んでる？妖婆は実在する。すぐにわかるだろう。そうだろうよ。イカれたばあさんが村人たちをたぶらかして頭の中をかき混ぜてるんだ。アンナが奴らと一緒にいるのは彼女の優しさからだろう。いつもそうだ。黄金のような正しい心で。ところ来るんじゃなかった。追っつけ歩いても意味がないぞ。さっきはどうだった？分かってないじゃない。お前怖いのか？屈強なる戦士ゴアト様が？俺が怖いだと？ふざけんな。さあ実はお前ら気を合わせろ。私に逆らうとどうなるか見せてやろう。
ッチャー、考えを変えたの？父からお金でももらった？怖いものなしだな。お友達を連れてきたのか？怖いものはない。永遠の炎がついてる。危害を加えるつもりはない。ああ、タマラ、愛しい娘よ。やっと戻ってきたか。さあ、こっち抱きしめさせておくれ。近寄らないで。母を助けに来たの。あなたのように沼地に放ってはおけない。俺がここにいるのはアンナを連れ帰るためだ。させないわ。あなたは母さんには触れさせない。絶対に許さない。怒るのも仕方ない。俺はいい夫でもいい父親でもなかったからな。分かってる。だが俺は変わった。誰かに聞いてみてくれ。ゲラルト、娘に言ってやってくれ。君の父親は奥方、つまり君の母親を探しに来たんだ。言いなりね。いくらもらったの？憤怒と熱情は必ずやそのものを破滅に追いやるであろう。こいつは一体誰だ？失礼な奴だ。そういうお前は誰なんだ？この人は私の上官よ。酔っ払いの豚には関係のないことだがな。タマラ、そいつらの味方をするのか？父親を差し出して拷問させ公主刑にする気か？父親じゃないわ。どうなろうと私には関係ない。先に解決すべき問題があることを忘れるな。ウィッチャー、手を貸してくれるか？それがここに来た目的だからな。すでに5人の部下を失ったが、まだこの呪われた場所で何が起こるかわからん。時間がない。ヨーバはすぐに戻ってくる。ヤツらがいないってなぜわかる？いたらとっくに全滅だ。村を調べろ。やめて。こっちだ。何か来る。油断するな。今のは狼じゃないか？狼には聞こえなかった。はるかにヤバいやつだ。油断するな。あの木の追いつけ、止まらない。恐怖の匂いがする。食事を台無しにする気。
ああ、あの筋肉もう、おいしそう、止まらない。恐怖の匂いがする。食事を台無しにする気。ありゃ何だったんだ。おそらくフィーンドだろうな。妖婆に気づかれた。アンナのところに化け物を送ったようだ。いつまで続くの？母さんをこんなひどい目に遭わせて、魔女たちはまだ物足りないっていうの？母さんを見てよ。ティーチャー、あなた専門家でしょ？一体母さんに何があったの？前はこんな風ではなかった。妖婆に呪われたんだろう。呪いを解ける。情報がなさすぎる。一人だけで住んでいたはずはない。誰かきっと見ていたはずよ。ジョニーなら。誰だって？ああ、少年だ。沼地に住んでいる。時々ここに来ていたようだ。何か見たかもしれない。そいつを探さないとな。よそ者を嫌っても俺だけの方がいいだろう。ジョニー、ジョニー、ここにはいないようだ。何かおかしい。近くに隠れているかもしれない。周囲を調べよう。新しい足跡。ここを走っていったのか。何かから逃げていたのか。ジョニー、起きろ。なんだ、誰だ。あ、ウィッチャーか。驚かすな。あの恐ろしいババアかと思った。ネグラに敵がいたぞ。妖婆が送り込んできた。俺を狙ってね。妖婆を怒らせたのか。ああ、あいつらに立ち去れって言ってやったんだ。なぜそんなこと。ばあさんを助けたかったんだ。ばあさんはいつも子供たちに優しかった。あいつらがいなきゃ退屈で仕方ないだろ。ばあさんに危害を加えないように妖婆に頼んでみたけど、子供を逃がされたことを怒ってた。何があったか見てたのか。ばあさんが間違ってケシの実と灰を混ぜてしまったんだ。分けるのを手伝ってくれって頼まれたのさ。神様にもらったこの小さな手なら簡単だろ。ケシの実を灰から拾い出してる途中、突然ばあさんが叫び出した。
ばあさんの手の印が光り出したんだ。俺に向かって隠れろって叫んだ。這うようにして引き出しの中に隠れたよ。すぐに妖婆たちがヨロヨロと入ってきた。ウィービスがばあさんの髪を一さ切り取った。子供たちを逃がした罰だと言って、それからあいつらは扉を開けた。そして下へ、どんどん下へ。どうせなら地獄まで落ちればよかったのに。扉の下は見たか？本気で聞いてるのか？いや、好奇心が旺盛そうだと思ってな。好奇心と愚かさの境目ぐらいは心得てるさ。ウィービスはなぜばあさんの髪を取ったんだ？妖婆は耳を取って音を聞くだろう。髪の毛は人の命を奴らの力に変えるんだ。髪を編み込んでおかしな紐を作ることもあるし、下に持っていくこともある。ずっと引き出しに隠れていたのか？そうしようと思ったよ。静かにじっとしてろと自分に言った。奴らが行くまで姿を見られるなってね。でもその時ばあさんが床に倒れた。叫びながら頭をかきむしるんだ。とにかく引き出しから飛び出したよ。ばあさんが子供の痛みを取るのに使ってた薬草で治るかもしれないと思って。でももうばあさんじゃなくなっていた。化け物みたいになってた。薬草は飲ませたのか？無理だった。妖婆が戻ってきたんだ。ばあさんを許してくれるように頼んだよ。ブリエスが言った。悪い子ね。ああ悪い子だ。聞きたいのははいなのにいいえと言うなんて。次にウィスペスが言った。お逃げなさい、足が腐って落ちる前に。そして3人で笑い出して俺は逃げた。奴らから逃げられたのは運が良かったな。ああ、だが貴婦人たちの目はごまかせない。生き延びるには隠れないとな。あの穴はすごくいい場所だったんだが、諦めるしかないな。沼地のもっと奥はどうだ？はあ、ああ、そうするしかないだろうな。お前はどうする？地下室が怪しいな。何があったのかを知るための手がかりがありそうだ。ばあさんを助けてくれるか？手遅れでなければな。ありがとう、ジョニー。無事でいろよ。ああ、お前もな。沼地の魔女たちに会うことがあったら、俺の分もしっかりぶん殴っておいてくれ。じゃあな、ウィッチャやはり妖婆に呪いをかけられたようだ。奴らは彼女の髪を一房取って下の階に消えたらしい。家の地下室だが扉は隠されている。そういうことなら時間がない。行こう。先行する。何か見つけたら大声で知らせよう。分かった、始めてくれ。永遠の炎に誓って、これほどの数は見たことがない。気持ちが悪いな。なんだこれは？黒魔術の儀式に使う装飾品だ。魔女が呪いをかけるとき、最初に相手の髪を人形に編み込む。こうして魂をつかみ取るんだ。アンナの人形もここに？それを見つければ解放できるのか？方法はそれしか知らないが、危険が伴うぞ。人形に編み込まれたものが見えるか？それぞれが人形が表す相手を象徴している。アンナの人形を見つけてここから持ち出さなくてはならない。かなり詳しく知っているようだな。黒魔術の研究所で読んだ。最初の頃は発見次第燃やしていた種類の書物だが、最近はまず読んでみることになったんだ。
魔術や迷信を勉強してるのか。大祭司はどう思ってるんだ。会ったことがあるのか。いや、俺もない。危険が伴うと言っていたが、つまり一回で正しい人形を当てないといけないのか。おそらく。だが俺はアンナのことをよく知らない。お前なら俺よりは当てがあるんじゃないか。わかった、人形を見てみるとしよう。これは鼻のついた人形のことか。何が興味深いんだ。ただの花じゃない、スミレ色の立ち葵だ。アンナが一番好きな花だと男爵が言っていた。この人形だと思うか。間違いないだろう。これを持っていく。急げ、外だ。私はもう長くないわ。弱っているようだな。何が起こったのかわからないだろうからな。疲れてしまったんだろう。ゆっくり休め。いいえ、聞いて。命ある限り永遠に私は妖婆のしもべ。呪いが解けた今、私の命もなくなるわ。何を言ってるの、ウィッチャー。妖婆にはめられたようだな。呪いは死の宣告で解くことは不可能だった。少なくともアンナが生きている限りは。呪いは一時的に解けただけだ。今から死の呪いが効力を表す。なんでして、どういうこと。アンナは死ぬんだ。あなたたち一緒にいるのね、嬉しい。アンナ悪かった。全てのことを謝りたい。母さん、タマラ、覚えてる。アイナに言った時のこと。もちろんよ。甘いプラムも、母さんの淡いドレスも、花の冠も忘れるわけない。一日中笑って過ごした。思い出の中でその時の母さんでいさせてね。いやー、礼を言う。タマラは別れを言えた。お前のおかげだ。力不足ですまなかった。さあ、永遠の炎が苦痛を和らげてくれるだろう。放っておいてくれ。報酬はクローパーチで渡す。いいな。君は何も悪くない。分かってる。でもだからって気が楽にもならない。痛みは時間とともに癒える。そうだ。
一体何があったんだ。首を吊ったのさ。見ればわかるだろ。酔ってたのか。ああ、いつか酒で身を滅ぼすとは思っていたんだ。大きな悪と小さな悪、本当ならどちらも選びたくないものだ。だが大抵はどちらか選ばざるを得ない。大きな悪を選んだ方がわずかながら良い結果を生むこともある。沼地の孤児たちを救った時、アンナが命を落とすことになるとは思わなかった。そして男爵が妻をその地に残して首を吊るとも考えていなかった。何かを決断したら振り返らず前を見るべきだ。大切なものを全てなくしたんだ。生きる気力を失うのも無理はない。お前たちはあまり気にかけていなさそうだな。なんだ、地べたに座って泣き叫んでた方がよかったか。男爵は優秀な兵士だったが、クローパーチに落ち着いたことで気が抜けたように手ぬるくなった。これからは俺たちが新体制を築いてやる。楽しみだよ。